ずっと今まで田舎ばっかり住んでたので、東京自体がやっぱり育児はちょっとしにくいですね。もともと実家がこっちなので、私はすごい馴染みがあるので、うん、特にはもう問題はないと思いますけれども、もっと気軽に子どもが預けられる環境っていうのを整えていただきたいなとかって思います。はい。水曜日の午後、お母さんが子どもを連れてやってきました。幼稚園の帰りなのでしょうか、たくさんのお母さんと子どもたちが集まってきます。室内では子どもたちが思い思いの遊びをし、お母さんはその傍らで読書をしています。お母さん同士の交流が深まります。文字通りさせてもらってますけども、子どもたちが遊べて、遊び場所も安心ですし、相手をしてくださる方もいるんで、今日みたいにこうちょっと子どもと離れてゆっくり親同士話ができたりとかできるんで、ここは親と子と地域がみんなで作るみんなの居場所、会員制のゆったりーのです。ゆったりーのは廃園となった北山節保育園を活用し、去年の10月から本格的に動き出しました。現在ではおよそ200世帯の会員が登録する地域子育て支援の拠点になっています。運営実現への第一歩は平成16年1月のワークショップから。新宿区では16年3月に子育てコミュニティタウン新宿を総合ビジョンに掲げ素案を発表。区民の方から広く意見をいただき、17年度からの5年間を目標とする新宿区次世代育成支援計画を策定しました。この支援計画の一つが北山節子育て支援共同モデル事業ゆったりーのです。皆さんの子育てに関する経験や意欲を生かして支え合いの子育てが地域に広がることを目指すものです。ワークショップでは実施する事業の提案や検討を9回にわたり行ってきました。そうですね、学生さんから地域の方まで年齢層も広かったですし、素人がたくさん集まってそれぞれやりたいことを思っていたので、一つに意見を集約するっていうのは非常に大変でした。だからやりたかったことのまだ半分ぐらいしか実現できていないかもしれません。みんなでアイデアを出し合った企画の一つ、ドロンコ遊びの日です。小さな子どもたちに砂や泥に触れて思いっきり泥んこになってもらおうと、運営委員のお母さんたちの準備が進みます。水遊びには慣れている子どもたちも、ドロンコ遊びは初めてのようです。お母さんもこの機会に子どもに泥の感触を教えています。
時間が経つにつれ子どもたちも泥んこ遊びに慣れてきたようです。泥んこ遊びは子どもたちの心を捉え企画は成功です。また毎月1回土曜日の昼にサタデーランチが催されます。区内にお勤めのコックさんに協力を得て作りたての料理を食べることができます。この日ばかりは台所に入らず子どもたちと遊んですぐに食事。子どもたちはパパママと一緒で幸せです。皆さんと食べれるしとても美味しく余計に美味しくいただけます。はい、とってもいい企画だと思います。久しぶりにこの料理も食べることができたし、子供を見てくださる方がいるのでゆっくり食事もできて本当に助かりました。スタッフはスタッフとして参加なのか一個人として参加なのかそこがちょっと曖昧なので、それによってちょっとやっぱりゆったりーのの運営委員は現在16人。子育て中や子育てを一通り終えたお母さんお父さんが委員を務めています。次なる企画は夜カフェ。子育て中のお父さんお母さんへの応援の企画です。もう親父たちはだからその3時間で区切ってさ、あまり酔っ払ううちに返すっていうふうには持ってるんで、そこらはちょっと。まず子育てを楽しむで、悩みをなくすっていうことが大切なんですけど、その先にやっぱり一人の大人っていうか社会人としての生きがいみたいなものが必要で、また子供は子供で子供の生きる力っていうか、こういうのを育む場所が必要なので、子育て支援でありって言いながらも親支援でもあり子育ち支援の施設でもあるかなというふうに思っているんですけれども。区内にはゆったりーぬの他に3カ所の親子の集いの場所、子育て支援施設があります。ご紹介します。ここは中落合児童館の2階にある親と子の広場子ども家庭支援センター。年間2万人の方に仲間づくり居場所づくりの場として利用していただいています。月に一度のエアートランポリンは子どもたちに大人気。お母さんと一緒に思う存分体を動かし楽しみます。そしてここは南元町の双葉乳児院の2階にある地域子育て支援センター双葉です。可愛い女の子の織姫ちゃんがいました。よしよし、彦星も織姫も一生懸命働いてるな。じゃあ年に一度だけ2人を会わせてあげるようにしましょう。織姫、彦星、やっと会えたね。七夕集会など様々な催しを行っています。連日多くの親子が双葉広場を訪れます。最後にご紹介するのは地域子育て支援センター原町美雪です。
原町みゆき保育園の1階に親子の集いの広場が去年の10月にオープンしました。お散歩途中でも園庭から気軽に立ち寄れる集いの広場。あの児童館なんかだと2人でこう行って遊ぶっていう形になるんですけども、ここは先生がいらっしゃっていろいろ相談に乗ってくださったり、子どもをちょっと見てくださったりするので、なんかとっても息抜きになっていいと思います。すごい職員の方が子どもについて子育てでこう分からないことでも的確にこうアドバイスしてくださったりするので、すごくこう悩み事が解決したりとかってありますし、またやっぱりここに来てるお母さん方と仲良くなることによってこう悩みをこう言い合ったりして、すごくこう子どもを通して知り合いが増えるので、親の方も喜んで来てます。こういう広場があって、公園があって、児童館があって、そういうとこを利用なさって、家庭と両方にいろんなものをこう、ね、利用なさって育てていかれるのがいいと思います。家庭だけですと孤立してしまいますよね。ここへ来ていろんな悩み事とかいろんなお話していただいて、ストレス発散して、それでお家ではニコニコとして家族円満っていうようになれば、それが理想です。子育て支援では今までご紹介した以外に、区民の方が作った子育ての総合的なホームページ、子育て情報局、愛称イーバンビーニがあります。このホームページは遊ぶ、学ぶ、産む、育むなど子育て世代に密着したきめ細かい情報を提供しています。このホームページも区民の方と区が共同で立ち上げたものです。現在新宿子育て情報局は17人で情報の更新や運用管理を行っています。3月の18日にホームページがアップしまして、で一応そこで、公の場所に出たんですけれども、まだまだ情報の質ですとか量ですとか、そういったものをもっとより良くしていきたいというところがありますので、今メンバーが毎月だいたい 2,3 回集まってそういった話をしています。新宿区のお母さんはもちろん、いろんな全国の方、世界中の方に見ていただきたいです。新しい時代を担う大切な子どもたち、子どもたちの健やかな成長のために、またお母さんの子育ての悩み解消のために、新しい出会いや世代を超えた交流をしてみませんか。新宿区の子育て支援はきっとお母さん方の強い味方になるはずです。